ゲイリー・エドマンド・カーターは、アメリカ合衆国の野球選手、ウト右ミギウチ、カリフォルニア州出身、メジャーリーグで活躍し、野球伝道入りした名保守、ニックネームは、キット、カリフォルニア州カルバーシティ出身、サニー・ヒルズ高校時代には、野球の他にアメリカンフットボール、バスケットボールでも活躍。1974年9月16日に、若干20歳で、モントリオールエクスポズで、 メジャーデビューを果たした。翌1975年には早くもレギュラーに定着して144試合に出場し、打率270、17本塁打、68打点と活躍し、新人ながらオールスター出場を果たした。ナショナルリーグ新人王は15勝を挙げたジョン・モンテフィスコに譲ったが、スポーティングニューズ氏が選ぶ、新人王には選出された。 負担の大きい保守というポジションでありながら主力打者として活躍し保守として出場しない時には一塁、三塁、外野として先発出場することもあったまた保守としてもベンチからも投手陣からも信頼が厚くまさにチームを引っ張る選手となったその後も活躍を続け1981年にはオールスターゲーム史上5人目の一試合に本塁打を放ち MVP に選出された。1984年、二度目のオールスター MVP を獲得。106打点で、打点王のタイトルを獲得し、オフに、ヒュービー・ブルックスら5選手との交換で、ニューヨーク・メッツに移籍する。メッツでもリーダーシップを発揮し、ダリル・ストロベリーラを押しのけて4番に座り、移籍初年度の1985年には32、本類だ。100打点。 1986年にも24本類が100打点を記録し、この年のワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。特に2勝3敗で迎えて、後のないワールドシリーズ第6戦では、延長10回表にリードを許し、10回裏にアウトと追い込まれたが、カーターのヒットで唇を切って、最後は相手1塁守備ル、バックナーのサヨナラエラーで逆転に成功した。このシリーズでも、 フェンウェイパークで一試合に本塁打を放ち、オールスターとワールドシリーズの両方で一試合に本塁打を記録した唯一の選手となっている。しかし、この年をピークにご成績は加工。1989年限りでメッツから自由契約となるが、この年のオフに彼の事前活動が認められ、ロベルト・クレメンテ賞を受賞した。1990年はサンフランシスコジャイアンツ。 1991年は、ロサンゼルス・ドジャースと、遺跡続きで、現役最後となる1992年はフルス・エクスポズに復帰してこの年限りで、現役引退した、カーターのエクスポズ在籍時の背番号、8、モントリオールエクスポズの永久欠番に1993年、指定、引退の、翌1993年、カーターのエクスポズ在籍時の背番号、8は、 永久決番に指定された。後年2005年にチームがワシントン DC に移転してワシントンナショナルズとなったことにより決番は失効。現在は Q エクスポズの永久決番という扱いとなっている。引退後はもう一つの古巣メッツの巡回コーチとして活動し、この期間中の2001年にメッツ球団電動とカナダ野球電動に入り、そして2003年、 野球殿堂に有資格6年目にして選出され、12シーズンを過ごしたエクスポズの選手として、初の栄誉の殿堂入りを果たした。その後は2005年から2007年まで、メッツ参加のガルフコーストメッツ、セントルーシーメッツの監督を歴任し、2008年から2009年まで、独立リーグのオレンジカントリーフライヤーズ、ロングアイランドダックスの監督を歴任、2010年からは、 パームビーチアトランティック大学のヘッドコーチを務めた2012年2月16日2011年5月にわずらった脳腫瘍の試死去57歳ボーツ2月19日にはエクスポズと同じモントリオールに本拠地を置く NHL のカナディアンズが追悼セレモニーを行いナショナルズも開幕後の4月12日にセレモニーを行ったありがとうございます